はい、今日はですね、膝の外側が痛い、通称ランナー膝って言われているものについて説明をします。ランナー膝って言われるのはですね、ランニングをしている人なんかに多いんですけども、長時間走っているとですね、これ右足ですから膝の外側のところですね、摩擦を起こしてね、この部分に痛みを感じるっていうのが、ランナー膝、通称、正式名称長径靭帯炎って言います。はい、でですね、よく多い部類にはですね、ランニングをしている人とですね、O脚な人ね、ガニ股な人ですね、まあ、サッカーなんかしてガニ股な人なんかですね、あと靴の外側が減っている人なんかに非常に多い症状です。で、これですね、先ほども説明しましたけど非常にシンプルなものです。大腿骨、ももの骨とですね、この長径靭帯っていうのが基本的に骨盤のところから、くっついてるんですけど、この筋肉がこちらにくっついてますので、大腿骨と、ところで摩擦を起こして炎症を起こすっていうのが長径靭帯炎ですね。はい、で一般的にはこの、長径靭帯というものが、過剰に緊張することによって起きると言われています。はい、でそれ以外にですね、中殿筋と言われているですね、要は、お尻の横、片足立ちをして支える筋肉、またはこう足を横に上げる筋肉なんですけど、こういう時には片足立ちでしっかり支える筋肉が、弱化することによって横ブレが大きくなります。横ブレが大きくなると、その分だけ長径靭帯が引っ張られて摩擦を起こすということですね。だからもちろん、この原因の中には中殿筋だけに限らずに、俗に言う体幹ですよね、中心が弱いと横ブレが大きくなりますから、その分だけ長径靭帯に摩擦を起こしやすくなるとも言えます。はい、でそしてもう一つですね、この長径靭帯っていうものがですね、ちょっとですね、私がそのハワイ大学とかその海外の大学で、まあ、何回も解剖してるんですけど、長径靭帯って言われてもですね、実際の教科書と違うんですね。もしかしたらこの長径靭帯ってこの、絵が出てるかもしれませんが、実際の長径靭帯っていうのはちょっとですね、筋膜張筋と深い関わりがあります。大腿筋膜張筋と、なので、この大腿筋膜張筋っていうものをいかに緩めるかっていうことが非常に大切だと思うんですね。はい、でその他ポイントとしてはですね、姿勢が悪い、どういうことかというと、姿勢が悪くなると、骨盤は開きます。一番わかりやすいのがビートたけしですね、こう開いてこうね、首が前にいつもこんなことやってますけど、姿勢が悪いと背中が丸まってしまうので骨盤が開きます。で骨盤が開くと大腿筋膜張筋は、緊張しやすくなりますから、また結果長径靭帯の摩擦が強くなる。あとはですね、意外なところって言えば意外なところかもしれません。足首が硬いケースが多いです。で足首が硬いと、例えばちゃんとしゃがめないとかですね、足首が硬いとどうしても、胸骨というところからですね、腓骨で外側ですね、ここにあるか、この腓骨荷重、外側荷重ね、なってしまってですね、結果外側に荷重がかかりますから、靴の外側が減ってさらに、長径靭帯の摩擦が増えちゃうというケースがありますので、この辺りを見ていくと長径靭帯炎っていうものを、判断しやすいと思います。だからですね、まずランニングする方は基本的にやっぱりですね、両足揃えてしゃがめないとですね、こういう風な、長径靭帯とかを引き起こしやすいですよっていうことを知っておくといいと思います。あとはですね、この長径靭帯の特徴というのはですね、このここで摩擦を起こしますから、ですね、膝のお皿のこのちょっと上ですね、ここの部分を押さえておいて曲げ伸ばしをした時に痛みが出るかどうか、もし、この外側を押さえて曲げ伸ばした時に痛みが出るようであれば、これは、長径靭帯の始まりだと思っていただいて、まあ、しっかりと、基本安静するのがベストですけども、筋膜張筋の緊張を、取るようなストレッチをしたりとかですね、あとはその外側の摩擦を減らすような、テーピングでサポートしながらっていう風な、工夫は必要かと思います。このランナー膝ですね、なってしまうとやっぱりどうしてもその体の癖が影響するものですから、痛みが長引きやすいですので、この辺のポイントをしっかり押さえて、長径靭帯炎と、向き合ってみてはいかがでしょうか。今日の説明は以上です。